この水色をこうペイントエリアというんですけど、はい、ゴール付近 の, この色が違うところですよね。あ、また聞いた、うん、エンドワン川村いきなり返して、さらにエンドワン間もなくおそらく川村選手がもう行っちゃうんじゃないかっていうのはちょっと心配事の一つだったんですけど、早速そういう変わる変わるつくんですよ ね、 そうですね、はい、なのでこう数分間ずつとにかく頑張ってもらってっていうところで、変わっていきなり得点。川村、日本中の注目が集まります。その川村のアシストが増えている。持ちてもらってからの今度は得点。いやこれ、はい、オフィシャルタイムアウトでしっかり京都の対策してきましたね。この辺が世界と戦ってきた経験値が、いやそしてここも走り込んでる川村全撃。いやこれも自分にどういう風に守るかっていうのを理解してますからね。スコットがここでピックアンドロールを叩く。ミドルジャンパーペリメーター、そのペイントの外の2ポイントのエリアから射抜いていきました川村です。残り1秒、ここで前半終了のブザーが鳴りました。スイッチしたケビン・ジョーンズがついています。それをスピードで抜き去ろうとする。間を取ってからのシュート決めた川村。いやステップバック、ステップして後ろに下がりながら打つシュートなんですけど、特に京都は今ターンオーバー我慢できてるんでね。いやうまい、ここは川村デイビスを振り切ってゴール。ただ躍動感出てきましたね岡田選手も。さあただスピードに振り切った川村で、これ決めるんですか。オフが持っています。ここがポイントガードの川村、水野が近接して守っています。ここはギアを上げる、振り切ったがどうだ、決めた川村の。川村昨日は決まらなかったスリーポイントを1クォーターで2本決めて、スピードにつられてみんながギアが上がってスピードが上がっています、はい、ユトフとの2面ゲーム、ジャクソンがフォローに入りますがそれでも射抜いた川村スリーポイント。このでピックアンドロールかけてスイッチしてのジャクソンがつきます。ここからスピードに差があります。スリーポイント選択が2本目。いやスコットとのピックアンドロール、河村戻ってきています。ケビン・ジョーンズが突き直しますが、それでも上から決めてきました。今日ちょっと河村スリーポイントもいいんですね。こうリズムよく流れて倒れていくようなイメージですよね。そういう感じで人とボールが連動して起きると横浜すごいリズムいいですよね。戻ってきた河村ですが、河村ミドルジャンパー、はい、いいチャレンジですね。昨日も河村選手に対してミスマッチでしっかりこう得点作ってましたからね。河村ここはスピードを上げてレイアップ、川村連続得点。川村止まりません。これ水野選手も、はい、チャレンジしたんですけど、この角度ですね。ここからリングにまっすぐ行くとすごく守りづらいんですよね、はいはい、切り替えも起きましたね。さあ川村です。前田がついていきますがそれでも振り切ってくれた川村、久しぶりの得点でしょうか。まあ、1、2分流れるってなると、まあ、時間っていうところもねすごく両チーム大事になってくるんで、ね、川村だ、川村3、さすが川村出てきてスリーポイント一撃で沈める。スリーポイント沈めてきました。そのスリーポイントです。まず須藤からでもらってからのすぐ前田もついているんですけども一瞬です。ここでいやもう本当にフリーにすると危険です。ここから一旦川村に預けるスコットとの2面ゲーム、スコットペイント内、ここからレイアップでした。フローターのシュート、192cm、20cm とあります。追っていく、しかしスピードがある。河村だ、はいはい、ステップバックしてる、どうする、スリーポイントか、うわ決めた、河村のクラッチシュート、はい、試してたと思うんですよね、まあ、それこそ周りが点取れれば、まあ、他の選択肢も持ちながらですけど、なかなかちょっと上がってないなと思ったらもう自分がやるしかないっていうところの、もう3つ目はもう自分ですよね。これ192センチの前田ついてるんですけども、フリッピン本当に速い攻撃の時はね生きるんですけども、川村が逆にいった、いい参ってる感じもしますね。やっぱりちょっとスコットがね、川村スリーとか、あー初めて来た、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないですね、これ1本目入ると。はい、今リバウンドに行ったフリッピン、この後オリバーが出てくる横浜、川村とパーカーミスマッチさばいてユーロステップから決めた、バスケットカウント、イカルガ誠司、そして今週は川村勇輝と、おお、うまい川村、うん、これが先ほどやりたかったプレーですよね。キングカイが入ってきて右のコーナー、西野が左のコーナーにいます。波里と川村またアタックか、いや早いですね。ユトフハイポスト、そしてスコットがダンカースポット、いわゆるゴールの横にいます、はい、そして杉浦なんですが、お入りました。今川村選手ですね、
まあ、確かに藤さん言われるにずっとジョーンズキャリーからの崩しですよね。今河村やり返せるか。やり返した。河村20点到達。3を決めて、いよいよもう決めるべき人が全員決めてきているという状態。河村振らない方がいいんで、オリコードで、はい、ここからです。河村遠目から打ってきた。来たー、まあ、来ちゃうんでしょうね。で、まあ、僕バスケットの IQ が非常に高いと思いますよね、ジョーンズ選手は、はい、昨日が9得点7リバウンド8アシストという素晴らしいスタッツを河村が決めてきました。はい、あ、2-1からのスタッツですね。ゾーンマンツーですね。河村対何か。河村ロングトゥーファーだったー。エンドワンです。ストの位置にいて、でオリバーが左に回り込んで、スコットのピック、河村いったー、うん、河村とパーカー回り込んで、おー、いやー難しいシュートですけどね。さあ2秒4あればシュートまでいけるんですが、河村、うん、来たー。あ、いや認められてないか、うん、今審判はとここですよね。はい、今レビューが行われているのは、河村がボールが手を離れた瞬間、ね、あ、どっちでしょうこれは。あ、パスが出ないようにディナイを仕掛けていたんですが、それを振り切って河村、これスピードで行って打ちますよ。スピードで行けばスイッチで行って、パズスキの上から。何かあのフィンランド戦を見てるかのような。5秒以内にパスを入れないとバイオレーションになってしまうんですが、河村ファウルあって、エンドワンだー。ロックできないんですよね、これね。ハブショーのディフェンスはやらないので。そうですね、何か仕掛けがあるのか。河村ほら来たー。もう先読んでしまいましたね、これ。ユコフがピックに来た。ちょっと重なった。トップの位置から来たー。これでも打ってくる。河村33、考えておいた方がいいですね。ファールはできない両チーム。河村追いついた横浜で、河村に出てきて、オリバーのピック、ただ前ベンチリがいる、うん、ベンチリさばいて打ってきた。来たー。もう任せられて間違いないという選手になります。河村ステップバックから決めた。横浜国際プールが沸きます。ファール3つのユトフがベンチからというところで、それ以外はスターティングファイブと一緒です。スイッチをしてカークの上から、後半最初のアテンプトで決めてきました。河村勇輝です。キング海とは1学年差。バウンドパスを狙っていました。アウトナンバー発生。河村がどうするか。パスフェイクを入れて決めていきました。琉球がまた今村、おー、河村が手をかけました。そしてこの展開からダブルクラッチ、期待に応えるダブルクラッチ。やりで、ここはキッパスね、狙ったところなんですが、河村ずっとパスを匂わしてるんですよね。はい、パスを匂わして行くのは自分と、さあ河村には今ぴったりと今村がついています。さあ河村抜けてきたか。ーダーラムのブロックをかわして、じゃあ14点取っています。まあ、岸本も今シーズンは、お、河村2ポイントになりますが、決めていきました。ずっと歩いた。大きなクラップがこだましています。横浜国際プール、河村が中央を割ってきました。インサイドでかなり得点を取っている印象の琉球、このパスを狙っていましたが、まだ横浜スコットのピックを使ってステップバックして、河村決めた。キング海、そしてスコット、スコットがスクリーンをかけます。河村2本目。今村がついています。昨日のマッチアップありましたが、うわやってきた、ちぎってきた、ダブルクラッチ。熱気がすごすぎて聞こえませんでしたが、いわゆるトランジション切り替えの中、キングスディフェンダーがまだ準備できないところ、ボードを使ってのダブルクラッチ。残りが1分。河村勇輝、おー、ダーラムの横から、まあ、そういった経験を経て、どういったショットが入るのか入らないのかという判断も身についてきたという話も、まあ、メディアを通じてしていました。ステップバック河村、うわ
見せてくれます。河村のところは小野寺が見ていて縦に割ってくる。うわー、M1。小野寺3つ目ですか。あー、そうですね、振った手がもう2秒でフロントコートに運んでいました。河村、おー、やってくる。カール珠代をかわしていきました。小野寺のディフェンス、スイッチしました。カール珠代、このパターンだと今日はドライブに行っていたんですが、スリーポイントできました。キングがボールを持ちます。川村にベントラメというマッチアップに戻った。ようやく来ました。チームとしても今日最初のスリーポイント成功です。両チームともにですけれども、5試合っていうのはなかなかハードですよね。そうですね、まあ、平日開催がね入ってきましたんで、この辺は各選手はタイムマネジメントをしていきたいところです。よく決めましたよ。ここはリングを舐めるようにして、このベンドラメ、あ、ナイス合わせですけど、ホーキンソンに合わせていきましたが、ボールを奪って河村シュートまで行く。あー、決めてきた。第3クォーター残り40秒、ショットクロックがあと5秒というところでスリーポイント決まった。すごい。ファールはないか。渋谷はまだファール大丈夫ですよ。そうですね、まだ1つ、一方の横浜は4つです。はい、入れました。ここはスピードを見せました河村です。16得点、スリーポイント。あ、この距離を河村決めました。さすがです。ディープスコー、河村は、河村スリーポイントきた。まあ、全体的に、寺島が、あ、すごい。あ、その中で決めた河村。いや、寺島選手のディフェンス良かったんですけどね、はい、山崎スリーポイント、河村拾う。さあ西野が早いですか。河村も行く。ここはファールで止めました。シュートは一連と見たか。まあでも早かったですよね、ここからのスタートから。じゃあもう一気ですよ、これは。はい、広島前半1回目のタイムアウトです。そうですね、もうシュートステップに入るっていう感じですね。一度シリンダーのところは入らないようにしてくださいね、と熊谷レフリー。スリーポイント、河村、河村ここなんだけど、すごいな。まだ今この時間は点差を広げています。奪った河村、狙ってましたね今。さあ、そして河村、イージーだ。タイムアウト広島。そうですね、2つ目、河村スリーポイント、ここで打ち抜いてきました。河村です。スリーポイント。終わった。ショットクロックが5秒、はい。ここは広島絶対守らなければいけない。河村打ち抜いた。タイムアウト。あのステフィンカリーの有名なポーズ。はい、いやーすごい。でも堀川さん、ここに河村は。スリーポイント連続でチーム取ってきました。河村スリーポイント、あ、来ましたね、決まりました、はい、オーバーしていったオリバーが拾って、ショットクロックが7秒。河村対ケイン、ロバート、あー、バスケットカウント。河村です。見せ場は作ってくれる。ああ、そうです、まあ、まだまだね。